さあホテルに到着しました。いよいよ Day1 ですね。荷物が多いんです。13泊なので海外旅行に行くようなスーツケースとあとあれなんていうの、バスケ部が試合に持ってくみたいなでかいバッグと、あとリュックが一つパンパンな状態。それでもちょっとできるだけ荷物を減らしたんですけど、まあ大変でしたね。肩痛いで、あと俺頭がでかいんです。だからじゃあマイヘルメットも買ってあります。まあ被災防災にも使えるのでね、マイヘルメット特大サイズ。とりあえず今日 Day1 ですね。今20時なんですけれども、このあと24時過ぎかな、夜中になったら現場に行ってちょっと今の状況を見たいと思います。なのでちょっと楽しみですね。さあ今日の現場はここです。どうなるか Day1 楽しみです。おはようございます。Day2 ですね。今の時刻は、25時になろうとしてるところ、まあ、午前1時ですね。25時って言ってます。Day1 の状況としては、初めて現場に入った状況なんで、まあ、いろいろ課題もありましたね。ただ、お客様に見せる前の段階の準備として、みんなで協力していろいろな課題を克服していかなきゃいけないなと。まあどんなショーもそうですけどいろいろ起きますね。でも最高なものを作りたいので、しっかり頑張って今日もがっつりやっていきたいと思います。頑張る。Day2 無事終了しました。かなりやりたいことができて、スタッフの皆さんも協力してくださっていいものになるんじゃないかなと思います。この後も頑張ります。ザ・クリスタルクリスマスお楽しみいただけましたか？ここからはぜひツリーのお近くで記念の写真などをご撮影ください。本日はありがとうございました。久しぶりに過ごそう特別な時を。Crystal clear. behalf of the Crystal Christmas families, we wish you and yours a very Merry Christmas.